発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に出演交渉する体当たり企画です。6月28日水曜日、22時となりました。団員の皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、本日もお相手は副団長長野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、MC は、探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いや、相変わらずね、暑いですね。今日ちょっと東京に戻ってまいりましたけれども、さて、もう今日はちょっとまた盛りだくさんでありますので、サクサクと参りたいと思います。まずライブ冒頭の告知をさせていただきます。現在 YouTube の A から広告番組配信機器です。改めてメンバーシップ登録概要欄の専用ページからクリック募金で応援をお願いします。また現在制作支援5万円以上の方に記念品贈呈中、この機会に応援をよろしくお願いします。なお、ご支援くださる企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。そしてプラットフォームの影響を受けないオリジナルサーバーで、高田純博士国史 7.8 奈良の変観光にあたり、完全ノーカットの文化人解説動画メールを準備中でございます。概要欄から無料メルマガの登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のお品書きと参りたいと思います。22時30分まで一般公開ライブ、今週月曜日から、新たな時間配分となりました。一般公開ライブでは岸田政権の行方、LGBT 理解増進会の闇、立憲で離党ドミノ、はてなということで、まあ結構国会が閉会してですね、まあ与党は与党で、もう8月下旬の予算編成で、いや結構ね、部会等々も開かれているんですけれども、野党の皆さんは予算編成や、あるいは法律の運用に関わることができないんで、まあ野球でいう、あるいは F1 でいうストーブリーグ、ね、余念がございませんね。いろいろなお話があるようです。そして22時30分からはメンバー限定ライブ。月額390円に登録してメンバーレベル2でご視聴、チャット投稿をお待ちしております。限定ライブにおいては安倍元総理暗殺事件の疑問点、赤い羽募金の新会長が話題、そしてチャット質問コーナーということで、私吉田議員にどうか忌憚のないご意見また質問をお寄せいただきたいと思います。はい、それではスタッフさん1番参りたいと思います。岸田政権の行方ですね。はい、加藤清隆さんのツイッターです。こちらをご覧いただきたいと思います。このまま支持率が下がればもう解散はできない。来年の総裁選に向かって岸田降ろしが始まるだろう。5月の広島 G7 サミットがピークだった。 LGBT 法を強引に通したことで国民の恨みを買い加えて、マイナカードは担当大臣の資質も含め大問題に。もう支持率が上がる要素はない。記事はですね、産経新聞ニュースですね。まあ、ちょっと簡単に申し上げると、秋の衆議院解散総選挙があるとささやかれる中で、これ以上の失点を重ねたくはないけれども、まあ、先ほど加藤清隆さんが紹介した通りの状況にあります。まあ、公明党さんはですね、もう具体的に10月あるいは11月、まあ、3つの日にちを固定してですね、選挙戦に入ったというふうに言われておりますけれども、実はですね、
総理総裁という、立場で、政府高官に対して気を抜くなというような、首相の、メッセージではなかったかというような話の中で、また昨日の夜にはですね、派閥、いわば岸田派を支えている派閥、麻生太郎副総裁、そして茂木敏充幹事長とも会談して、今晩二階元前幹事長とも会談をしているというようなことであります。一連の流れについて、吉田議員の、感想よろしくお願いします。はい、そうですね、支持率が下がっている理由について、岸田さんは、メディアとかで、取り上げているような、マイナカードだとか、前だったら息子さんとか、そういうようなことだと理解されてるんでしょうかね。私はどう考えても、LGBT 法の無理やりのね、やらなくていうようなことをやったことと、最近だと、韓国の、通貨スワップの、再開の協議とか、あるいはホワイト国、とかですね、支持率を上げようっていう気があるんだろうかっていうふうに、不思議に思うようなことばかりね、やってらっしゃるんですけど、岸田さんが頼みとする方々は、どう考えても、保守じゃなくて、保守は切り捨てて、それ以外の、よくわからない方々の支持を求めてですね、いろいろ政策の意思決定をやっていらっしゃるんでしょうと。ですから、真面目に我が国の将来を考える者は、とにかくこの岸田さんのですね、亡国への舵切り、これについて徹底的にですね、批判をしていって、岸田内閣にの総指揮をですね、我々で挙げるんだと、このように頑張っていくしかないのかなと思っております。さっき吉田議員がおっしゃられたホワイト国、今グループ A という言い方をしていますけど、このことやあと LGBT のことやあとは防衛三文書、これは安倍総理時代からの取り組み事項ではあったけれども、防衛費の増額、こういった背景にすべて米国が絡んでるんじゃないかっていう、そんな話もありますが、その辺は、どんなご所見をお持ちです？そうですね、当然アメリカの意向っていうのは、当然強く、要求が来ているでしょうし、それを一生懸命ですね、お聞きをしようと努力してらっしゃることは間違いないと思うんですね。そこが、安倍、あるいは菅政権の時と、岸田さんの一番の違いで、安倍菅政権というのはアメリカとは仲良くしっかりと信頼を得つつも絶対にアメリカの言いなりにならない、でこういう、当たり前の自分の国を基とした外交を行ってきたわけですね。ところが岸田さんには我が国の国益が何なのかということがわからないので、もういろんな国、アメリカとか中国とか韓国とか言われた通りにするのが日本の国益だと、このように思っていらっしゃるんでしょうから、当然この国はどんどんひどいことになっていくと。また、宮沢内閣とかですね、ああいう宏池会内閣と同じ、奈落の底へと一生懸命突き進んでいく、地獄への使者ですね。バイデン大統領が3回にわたって、岸田政権に対して防衛費を上げろということを言いましたと、本人が、もうそれを口にしてしまいましたよね。はあ、やっぱりかと。とりあえずね、安倍元総理の意思を継ぐと口にはした方で、ありますから、いろんな意味で、もうそういう信用も失墜していると思いますが、防衛ぐらいはちゃんとやってたんだろうなと思ったら、やっぱりこれも米国に言われていたと。LGBT についてはもう一連のエマニュエルのツイッターの連続投稿ですね。いや最近私ね、
エマニュエルのね、投稿をディスプレイで見るとね、もう油性マジックで、あのバッテンを書きたくなるぐらい、もう読みたくなくなるんですよね。まあ、ホワイト国も、これでもね、なぜホワイト国に除外になってしまったのかということは、解決されていたんでしょうかね、どうでしたっけ。いや、解決されてないと思います。いまだにあの、報告も何にもなくって、で、まあ、これから気をつけますぐらいのわけのわからないことでですね、あの日本側は、まあ、まあ、なんだろうな、譲ってしまったという理解をしています。一連の報道もね、まあ、グループ A に戻すということは言ってるけど、なぜ除外されたかっていうことを本当に報道しないですよね。まあ、つまりは日本から輸出された戦略物資が北朝鮮に横流しされていて軍事転用されているという疑いどころか、当時の世耕経済産業担当、経済産業大臣が、まあ、もちろん官邸の意向を受けているということですけど、安全保障上に問題があるとはっきり口にしているわけですよ。で、それがきっかけであったならば、まあ、昨今の報道もですね、そういうことがあって謝罪もない、あるいは戦略物資がどこに行ったのかも未だに明らかになってない。で、これからこういうことで気をつけますという対策もない。まあ、これはもう米国からね、言われてるんじゃないですかって逆にね、そういう指摘をマスコミは取って初めてマスコミの役割をね、していると思うんですけども、全然取られてないですよね。どうですか、本当これ。そうですね、日本の、まあ、オールドマスメディアというのは、うん、あの本当に中国と韓国のためにしか報道しないというか、うんうん、まあ、彼らに問題のあることについては、特に韓国の問題については、もう絶対に報じないという、まあ、固い決意を感じますね。まあ、あのこの件長くなった前なんですけど、今日あのデジタル河原版でね、あの山岡哲秀さんとご一緒した中で、そういえば岸田総理がね、まあ、防衛三文書 の取りまとめのことについて、防衛力強化するということは、まあ、端的に言うと、まあ、要はもう米国から武器を買うことだとああなるほど、あのフレーズっていうのは米国から武器を買えと、そのために防衛費を増額したと、まあ、バイデン時々とぼけたことを言っておりますが、たまにこう頭脳明晰の時にね、本当にあの重要な事実をポロッと言っちゃうんだななんてことをね、あの今日山岡さんとあの話をして、そんな話題が出ましたよ、うん、まあ本当どうぞ。あ、なんか今あのなんだろう、名越先生のところなんか近くに子供がいらっしゃるようなところで今配信されてますか。あのずっといろんな子供さんの声がしてないちょっと待って、はい、すいませんね、多分あの長女が下で大きな声であの喋ってるんだよ大変失礼しました。はい、それでは2番参りたいと思います。 PMKWAU さん、なんていうのかな、すいません、最近難しいよねの、ツイッターです、山口紀之氏によると、次期解散総選挙があると今回の LGBT 法案に欠席された杉田水脈議員を比例でもおよそ当選しないような順位になる可能性が大とのこと、うん、下手すると公認もらえない可能性も、退席した高取議員もこのままでは済まない、しかし大敗して岸田政権が終わるだろうというツイートで、あります。これはまあ元のツイートはないけれど、これについてどうでしょうか。
まあ、このね、アカウントの方が山口紀之さんによるとというふうに、うん、まあ、このツイートされているんで、はい、どこかで、まあ、山口先生がそういう、まあ、情報か、見通しかということを、まあ、発信されたんだと思うんですね。まあ、もしそれがその本当に自民党の、まあ、幹部のところでそんなことを考えているんだとしたらですね、いや本当にですね、全く一切国益については、まあ、考えないで、今の、与党幹部、まあ、自民党の幹部の、まあ、要するに岸田さん一派、この人たちのことしか考えない、まあ、そういう、まあ、人事とかですね、選挙の準備というのをやっているというふうに、まあ、認識せざるを得ないですよね。その、岸田総理が、まあ、得意げに言っていた聞く力とかですね、多様性とかですね、まあ、全くそういうことは考えていないんだと、まあ、本当に、口と行いが乖離しているんだなということを、懸念します。まあ、そんなことがないようにですね、ちゃんと、造反した方も、選挙に向けてですね、処遇するようにということを、まあ、やっぱり一般の党員の皆さん、そして、まあ、国民からも声を上げる必要があるんだろうなと思います。自民党のですね、一般の流れからすると、比例単独2回っていうのは2回までなんですよ。で、例えば私は小選挙区の支部長であり、なおかつ比例単独、じゃあ比例にも重複立候補という形なんです。で、まあ、例えば小選挙区がなくてですね、比例単独の方で当選されてる方って実は結構多いんです。で、結構多くて、つまりそういう方っていうのは僕は自民党の、規約の話をしているだけであって、僕はそれでいいと言ってるんじゃなくて、まあ、名前を書いてもらって当選してる人とそうでない人って結構差があるんですね、党内評価で。ちょっと言葉選ばずに言っちゃうと、比例単独の方ってじゃあ選挙中何してるのって話なの。まあ、もちろん小選挙区のところに応援には行ってるけれども、私、運の太郎兵衛を比例単独ですからよろしくお願いしますって、そういう選挙活動はやってないんですね。つまり、比例は自民党に入れてくださいっていう、あるいはこの選挙区は誰々に入れてくださいという形になってるんで、まあ、ある意味どちらかというと小選挙区で毎回毎回戦っている側からすると、比例単独で結構、まあ、当選している、単独でですよ、まあ、なかなかちょっと次の公認3回目っていうのは分が悪いっていうのは一般論として、ある。で、僕がここで強調したいのは、そういうことを杉田議員は知ってて造反をしたということ。こういう発想をちょっと、角度から杉田議員の心中を察していただけると、杉田議員も多分そこのところ分かってほしいっていうことなんだと思います。彼女は多分次は選挙に出られないということを知っていて、でなおかつこの欠席をしたということを、視聴者の皆さんはぜひちょっとおもんぱかっていただければと。で、高取議員は衆議院の小選挙区の支部長をずっと務めて、比例で重複立候補で、一昨年の衆議院選挙で確か比例復活でバッジをつけられて、いると思いますね。で、比例2回連続当選の場合は、3回目の小選挙区の支部長っていうのはチェンジなんです。意外とその辺のところは自民党って冷酷な部分がありましてですね。で、高取議員においても、まあ、まだ連続、その前は小選挙区で、今回は比例復活だったんで、まあ、もう一回残ってるわけですけれども、それをしてですね、やっぱり高取議員も
もう副大臣を3回ぐらい経験されてらっしゃいますし、まあ、次大臣狙ってもおかしくない状態にもかかわらず退席をしたっていう、まあ、こういうね、ちょっと受け止め方をしていただけると嬉しいなと思います。はい。ここもう一回何かありませんか。いやいや、もうそうやって改めてね、お聞きをすると本当に我が身を顧みずっていうね、そうです、思いの強さっていうか、その本当に、ね、私利私欲じゃなくて公のためにね、行動していらっしゃるな、なんとかして応援したいなっていうふうにね、改めて思いますね。いや、もうね、吉田議員のね、言葉聞いて僕も嬉しいですよ。団員の皆さんもね、お二方に対して、あるいは和田政宗、参議院議員に対しても、ぜひちょっとそういうね、気持ちで見守っていただければなと思います。はい。それでは3番参りたいと思います。もう LGBT の話するしかないですね、もうここまで来ると、これ吉田議員がリツイートされておられるので、ちょっと解説とコメント合わせていただけますか。はい、これも結構すごく反響を呼んでいる、まあ、はい、事実ですね。これは亜美さんという方も、これを取り上げてらっしゃって、まあ、この方は結構私勉強をさせていただくアカウントでリツイートとかもしょっちゅうするんですけど、だからもしこの方がよろしければ出演をお願いしちゃってもいいのかなって思うんですけども、スタッフさん、ね、ご検討よろしくお願いします。本人があれでなければですね、はい、はい、ではい、読みます。社団法人 LGBT 理解増進会、事業内容、自民党と共同 LGBT 法成立向け活動、住所、神戸市中央区、これ何、多聞通りというんですかね、 1-3-11 ハイツ神戸、3125室、3135室で、顧問、古谷啓治、田村、新藤、稲田、橋本、石田とあってですね、これ動画流してますか。これね、カメラがずっとこの、神戸ハイツっていうところを入ってってですね、ずっとその3123に上がっていくんですね。でそうするとね、本当その自民党の重鎮議員が6人かな、顧問をされている、立派なですね、まあ、団体だとは思えない、本当にですね、これ幽霊、なんていうかな、名義だけの団体じゃないの的なですね、人の気配もしないみたいな感じの、この郵便受けですね、312313と、まあ、2部屋なるんですけど、何にも、表示も何もないですよね、こんな状態ですよ。で、このまま上がっていっても、もう、ただの、本当に誰もいない空き家かっていう感じのですね、当然なんか、なんていうの？プレートがあって、部屋の案内があって、どうぞご自由にお入りくださいとか言って、パッと入ると、秘書さんに受付の人がいらっしゃいませっていう感じじゃないわけですよ、これ。うん、なんじゃこれと。こういうところが、まあ、LGBT 理解増進会でございますと。本当にこれを見ると、公金集中、パイプ役、窓口、なんていうの、ペーパーカンパニー事務所みたいに思ってしまうのは、これ、この状況、動画からはそう感じてしまうのは、これ、仕方がないんじゃないですかというか、これで本当に仕事できるんですか、仕事してるんですかっていう、まあ、ことを、が今、結構大きく話題になってますね。そうですね、断言はしませんが、極めてペーパーカンパニーじゃないかという推測を誰もが入り口のところでしてしまうような場所ですよね。まあ、多少なりともそこにね、まあ、この動画を撮ってくださったアミさんなのかな、ご自身がどのぐらいの時間帯、この場所におられたか分かりませんけども、まあ、彼にも、午前中の9時から夕方の5時、6時ぐらいまでずっといたときに、
一っ子一人誰も出入りしてないなんてことが仮にあったとすれば、あるいはそれが1日2日3日続いているならば、これは法人として全然稼働してないんじゃないのというような疑いをかけられてもしょうがないし、ここに公金を投入している側、またそれを会計上チェックしなきゃいけない側は、本当そこまでちゃんとやってるんだろうかと。まあ、暇空あかねさんの大変なあのご尽力によって、コラボが5000万円の、まあ、公金チューチューやってる。ただチューチューどころかね、ごくごくやっているようなところも多々あるのではないかというような状況の中でね。でもね、多分ね、想像だけど、ここ多分そろそろ引っ越すんじゃないかな。うん、これね、バレたからね、引っ越すかもしれないですね。実はあの本郷にねある今ちょっと私があのとあるジャーナリストの方と今調べてるちょっと資料がこんだけ実はあるんですけれども、ここもやっぱり何年かペーパーカンパニーのようなところでもってある程度ちょっと勢い出てくるとすっごくあのいいところにあの引っ越しやなんかしているんですよね。まあここはね、あの引き続きちょっと注目していきたいなと思います。あともう一個ね、似たようなところで LGBT 総合研究所っていうのがあるんですよ。 LGBT 総研で、ここの総研の会長さん、私もあの私の麹町の事務所に来ていただいて意見交換もしたことがあります。3月かな、今年ので、その前の理事長さんもよく存じ上げています。ここも最初はですね、えっていうようなところなんだけど、結構今いいところにね、あの引っ越しをされておりますね。まあ時間があったらね、あの片っ端からあの見に行ってやろうかなと。たまたまこの多聞通りって、あの私の知り合いが経営しているボクシングジムの同じ町会なのでね、まあ時間があったらあの見に行ってこようかと思います。4番、これちょっと動画があるということなので、よろしくお願いします。そういう意味からすると、今私が左翼であり、あの自民党をされとまで言われてますけどですね、それは違うんじゃないかと、私こそ保守だという思いでおりまして、ちょっと怒りを込めてちょっと話してますけど、あのまあ2年前から2年前 もう大変な落選運動をされてですね、私のことを批判しているあの保守系の雑誌をですね、あの全ての地方議員とそれからあの財界の人に送られたり、また選挙期間中に稲田さんは国民の敵であると、稲田さんが当選するとあの女性の格好した男性がお風呂に入ってくるっていうハガキを私の支援者に巻かれたりとかですね、いろんなことが ありました。で、ただですね、あの私はあのそれは違う。一言どうぞ。まあですね、あのコウモリがいかに自分が鳥だと叫んでも、コウモリはコウモリで鳥じゃないんですよ。あのだからこういう、まあ、その自らあのいろんな行動を、まあ、自らですね、自分の行動によって自らの、立場を示しておきながら、それを違う違うと口でいくら言ってもですね、人は何を言ったかじゃなくて何をやったかやっているかでその人は判断するので、こんなたわごとを言われてもですね、真面目にそうだったのか、この方は保守なんだと思うおかしな人は世の中にはいないと思います。これ記者会見した場所、多分これ外国人記者クラブですよね。完全にあの LGBT をとにかく推進してほしいほしい、そう思っている人たちの巣窟の中で、まあ、ご自身の持論を唱えられていると、まあそういうことですよね。そうですね。ね、でまあ、ちょっと細かいこといろいろあの突っ込みたいんですけども、時間もないので一言だけ言わせていただくと、
まあ、もう顔も見たくないですね、本当に。そんな状況でいっぱいです。まあ、私の場合は、ちょっと皆さんとは違う部分で、まだまだ残念だなっていう気持ちの方が、僕は強いんですけれども、一生懸命ね、自分を律しております。性自認を認める方ですから、なるほど、保守自認を認めてほしいってことですね。誰もね、もうね、稲田朋美衆議院議員が保守だなんてことは認めませんよ。保守辞任をもうされておられる、まあ、こういう状態の稲田朋美衆議院議員の姿をね、私はこうやって見るとは思いませんでしたね。はい、それでは22時30分となりました。本日は1947人の方にライブでご視聴をいただきました。はい、それでは続いてメンバーシップライブに移りたいと思います。皆様、一般公開ライブ以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすみな皆さ様い。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。